長福寺は、岡山県三正市新神にある神言、総武室派の寺院。三号は、牧山。本尊は十一面観音。正名は牧山般若院長福寺と号する。三重塔は、国の重要文化財に指定されており、岡山県下最古の木造建築である。自伝によれば、天平法寺元年に、元人が、光憲天皇の直命により開いたという。 盗作史のような近世の知史にも同様の伝承を載せるが、どこまで史実を反映したものかは定かでなく、その後中世までの遠隔も明確でない。なお、寺は現在の巻山禄ではなく、山上にあった。その後は衰退していたが、鎌倉時代の公安八年延元が天台宗の寺院として再興した。再興後、僧帽は六十五帽を数え最盛期となった。 天台宗と新言宗に宗派が頻繁に入れ替わったが、南北朝時代の明徳年間に完全に新言宗の寺院となった。江戸時代初期には四十房、中期に二十五房、明治維新の際には四家、寺となった。明治九年二月の火災により、奥の院を残し消防し、一課寺のみとなった。これが現在の朝福寺である。江戸時代後期の文政年間頃になると、 女人金星も解かれ、女性も登山できるようになった。昭和3年長福寺は山上から現在の地に移転した。山上に残されていた三重塔、牧山珍珠堂コンピラ大権現なども昭和26年に現在地に解体移築された。ありがとうございます。